こんばんは。こんばんは。今日はでも珍しくメイクしたまま動いたからさ、すごく目の周りが汚い。よくおしゃべり会ありがとう。こちらこそありがとうございました。ツアーファイナル当たったおめでとうございます。県民会館おめでとうございます。なんかこれはカップケーキでいいのかな。ありがとうございます。こんばんは、皆さん。こんばんは。やばい、ほくびが出ちゃう。そうです、収録してきました。オンラインの追加は来たけど、オフラインではもう15日のグループおしゃべり会ですかね。オンラインみんな来てね。11月20日絶対におしゃべり会参加する。20日、22日じゃなかったっけ。リンの感じ、あ、11月か。ごめん、なんでもない。おしゃべり会待ってます。星ありがとうございます。こんばんは。22日行くよ、待ってます。22日さ、県民会館昼夜当たっておめでとう。あのね、あ、ちょっと待って、今月からメールを取り始めました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの そうだ今日時間、あのさあ、これ投票機能って使えるのかな。あさってのラーメンバと15日が楽しみすぎて寝れそうに。15日やっぱ私グループおしゃべりすごい緊張するんだよね。だから頑張る。カップケーキありがとうございます。で、投票機能を使ってね、あのね、あの22日のオンラインおしゃべり会の時に、あのちゃんと、あのなんていうの、その何かちゃんともう衣装を用意してるんだけど、全部1日で着るのがは惜しいなって思って。1日で全部終わってしまうのが、一個一個さ確実にさ写真を撮れる時間が取れるっていう保証があったりすればいいんだけど、そんなこともないから、一個を着ようかなって思って。1部2部3部、まあ、私が出るのが3部出るんだけど、3部全部いらっしゃる人の方が少ないから、全員同じ姿を見られるようにって思いまして。でね、まあ、分かんない、その時の雰囲気で写真撮ってメールには送るかもしれないんだけど、そこだけはオンラインに出会いに来てくださった皆さんだけにお見せできるようにメールにもちょっと載せないでおこうかなとか。意地悪じゃないんだけど、全然、せっかく来てくださる方がいるから、そこで特別にそこだけで着ようかなとか思って。星ありがとうございます。と思いまして、まあおしゃべり会追加があるならばなおさら。カバありがとうございます。なおさら、あの、まあ、そういう場面で他の衣装を着ようかなと思っているので、もう来てくださった方にその時その日の衣装を、その部の衣装ではなくてその日の衣装をお見せできたらなと思いまして、はい。なので実際新井リリノに会いに来てくださった方だけに特別にお見せできるような衣装を今3種類考えてて、
そうですね、特別です。会いに来てくださった方の特別です。投票機能さ、ちょっと試しに使ってみていい？ちょっと使ってみる。これなんてやるの？なんかさ、あ、これ投票できてないね。できてないよね。あら、まあできてないわ、ごめんなさいね。これさあ、分かった、1番何、2番何、3番何ってやればいいか。ごめんね、ちょっと今の間違えたわ。ごめんね、ごめんごめん、間違えた。いや、やっぱりリリノちゃんのこと見たいって言ってくださっても、まあ態度で。ごめんマジでごめん、こんなこと言うキャラじゃないんだけど、ごめんね、ごめんね。はい、あの、どうしてもやっぱりせっかく毎回毎回来てくださる方もいるから、そういう方に何か特別なものをお届けする機会にしたいなって、あれは改めて考えてて、自分がファンだったらどうかなって考えた結果、そういう考えに至ったから、今のところそうしようかなって思ってます。で、選択肢ですね、じゃあ口頭でいい？みんな聞いてて。え、これ口頭で言えばいいの？そうだよ、言葉より行動で示す。いつも示してくれてありがとう。1番セーラー服、2番巫女、3番メイドって言っても、ちょっとみんなが想像するようなメイドさんとか巫女さんとはちょっと違う、よりちょっと人、なんだろうな、本来の巫女さんとか本来のメイドさんよりもちょっとひねってある衣装だから、4番、4番はないです。なので、はい、どうぞ。私のお家の時計が長い針が10を刺すまでにするわ。1セーラー服、2巫女、3メイド。ねえ、4なんてなくない？おい、リリ4もしかして出しちゃってる？なんかね、ちょっとネタバレをしちゃうと、巫女さんはみんな白と赤を想像すると思うんだけど、違います。色違いです。メイドさんはちょっと、まあ自分に似合うんじゃないかなみたいな色にしてる。いや、ないよね、ありがとう。1セーラー服、2巫女さん、3メイドです。まだ投票中なのでね、リリもね、セーラーかね、巫女がね、着たいなって思ってる。実は実はそう、他の今回着なかった衣装は他の機会で着ようかなと思ってます。どうかな。そう、友達とね、そうメールに書いたんだけど、友達とママと一緒に選んだので、正直メイドは着たくない。本当にさ、こんなこと言うのどうなのって思うんだけど、正直メイドは着たくない。全部に投票する。ずるいじゃん、ずるいじゃん。結果ちゃんと分かれればいいよ。メイドは着たくない。着たくないです。ごめんみんな、ごめんごめん。いいよ、着てほしいのがみんなのね、あの、まあできればね、来てくださる方の要望に応えられるのが一番なので、大丈夫、来てくださった方の特別だから、みんなみんな22日会いに来てくださる方はちゃんと選んでよ、ちゃんと選んでよ。
メイド以外に投票しました、ありがとう。はい、メインはね、そう、来てくださる皆さんがどれを見たいかなので、ちゃんと選んだ、みんなありがとう。ちゃんと選んだの、ありがとう。みんなね、どなたがまだ会いに来てくれるか、私も分かりきってないから、誰が、え、待って、ね、はるがいる。選んだの、はる22日行けないの。じゃあ他の機会で絶対違う衣装を着るから、その機会にまたぜひ。はるどれにした、はる何番に入れた、はる何に入れたんだろう。そう、まだね、そうだから、それこそセーラーとか他の衣装、まあ今回セーラーかもしれないけど、私的には、まあ、セーラーが当たり前に、自分はなんだろう、しっくりくるだろうなって思って、現役だからね、学生だから。あ、じゃああと10秒で締め切っていいですか。じゃあ残り10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。はい、決まりました、メイドでーす。メイドでーす。メイドだよね、3番だからメイド。うわー、みんなー、みんなー、みんなー、メイド来たくないよー。調整うまいわじゃないわ。うまくないわ、そこはセーラーだろ。現役のうちにね、セーラー着たいけどね。うん、みんなナイスすぎるじゃないわ。じゃあメイドということで、とっても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 恥ずかしいですね。22日は10月ですね。楽しみじゃないよねえ。まあ、はい、あの10月22日はメイドということでよろしいですかね。はい、いや着たくないっすよ、めっちゃ着たくないんですよ、一番着たくなかった正直。あ、みんなありがとう、他の番号に投票してくれたみんなありがとう。メイド、あのね、メールには送らないでおこうかなって思ってるんですが、もしかしたらどこかで見れるかなっていう感じなので、待ってて、絶対見れると思うから、どこかで見れると思う。3番の追い上げなんかやめてやねえ、追いかけっこみたいになってる。選択肢にメイドと、メイドとツインテールいいね、ありだな、いい、ツインテールしてメイドで。メールに載せないよ、メールに載せないけど、どこかでお見せできたらいいなって思いますかね。なのでね、22日おしゃべり会に参加してくださる皆さんへのプレゼント、ハッピーハロウィンって感じ。欲しい、ありがとうございます。あー、そっか、いや、メイドにはメガネじゃないっす、さすがに。星ありがとうございます。何3番のツインテール、嫌がってるのは嬉しいって、それダメだよ、好きな子いじめちゃダメだかんね、みんなその理論おかしいからやめな。お、やった、22日撮ってた、じゃあ会えるかな。ツインテールでメイドね、うん、考えとくわ、忘れてたらごめん。
忘れてたとしてもまあね、次の部でやろうとかなるから。撮っててよかった。やったね、ハートありがとうございます。年末年始、おー楽しみ、リリも楽しみ。まあ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 、みんなが着てほしくて着るならリリも楽しみか。そうするわ。猫耳はつけますか。あのですね、実は今回のみこさんじゃない、メイドさんはあの猫ではなくてくまちゃんです。くまちゃんです。カップケーキありがとうございます。2杯は履きません。あれはちょっと2杯苦手なので。なんでなんかみんなそんな好みを押し付けないでよ。リリ着たくないんだから。大丈夫、あのオンラインではここしか見えてないので。皆さんカップケーキありがとうございます。クマです、クマ。おしゃべり会のりんなちゃん初めてで、めっおーめっちゃラッキー。それは星ありがとうございます。ねえクマじゃないよ、南川遥か。カップケーキありがとうございます。あ、いいじゃん、みんなが猫耳つけてきてよ。じゃあ対抗してきて、リリに、リリに対抗してメイド来てくれてもいいし、猫耳つけてくれてもいいよ。ちなみにね、言ってなかったんだけど、あ、カップケーキありがとうございます。みこさんの時はみこさんだったら私は羊さんをのカチューシャをつけようと思ってたんだ。あとだしだから、もしみこさん着る時は、まあ、普通の髪型か羊をやろうと思います。羊のカチューシャを買いました。地獄絵図とか言わないでよ自分で。ごめんね。でもさ、ちなみにだけど圧倒的メイドセーラー巫女だったからね、みんな。巫女さんなんてさ、もうかわいそうにね。羊もいいでしょ、リーもそう思う。ただメイドさんはクマちゃんで、動物縛りなわけじゃないんだけどね、たまたま。みこさんは季節、確かにね。メイド衣装サイズあるかな、本当に探す。みんな対抗してくれたらすごい興奮して喜ぶけど、どうかな、みんなやんない。待ってるね、何かしらの、じゃあみんなが何かしら仮装してきてくれることをちょっと待ってみるわ。全然普通でも大丈夫なんだけど、もし余裕があったらやってみて。星ありがとうございます。ペンギンしか持って、ペンギン持ってるの可愛いな。猫耳しか持ってないって、それはそれは正解。あ、いいじゃん、リリノの森やろ。あのサイリウムも緑なんで森作ってもらって、みんなで森作って、みんな動物を加工しよう。リリノの森やりましょう。仮想対決、はい。エプロンいいね。サンタ衣装早すぎ。サンタは早いわ、もうちょっと待って。クマ耳持ってるの、いいじゃん、お揃いにしよう。じゃあこんばんは、こんばんは。男性サイズも売ってるんですか、メイドさんって。いいね。え、でもさ、メイドさんよりさ、あれがよくない、羊さんか、羊さんの方がかっこよくない。そんなこと
前に22日撮ってなくて泣いて、ねえ、なんで撮ってないの。まあまあでもどっかでね、見れるとま思ってて、信じて待ってて、絶対見れると思うから。リリはどこかでちゃんとみんなにお見せできたらなって思うから。ぐんまちゃんのかぶり物いいよ、ぐんま出身なんで。はい、そんな感じです。ランキング読みます。信じて待っててみんな、ランキング読みます。そろそろ、13位鈴人さん、12位隣のくるるさん、11位 MS さん、10位キーちゃん、9位くすんだ猫さん、8位オータウェイさん、7位スマイルさん、6位にゃめこさん、5位金堂さん、4位七七さん、3位グッピーさん、2位あんばたさん、1位けいひろさんです。ありがとうございます。はい、グループではねちょっと仮装はできなさそうなので私服になるかと思いますが、辻の髪型り自分でできるかな。まあまあ考えておきますので、はい、また明日配信できたらいいなと思っております。はい、それでは、あ、そうリリ、そう最近歌が歌いたいって話をメールに書いたと思うから待っててください。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、おやすみなさーい。待って、止められないよ。おやすみなさーい、バイバーイ。